あ、扉開いてる。まだ先がある。
突撃。ほら、受けてみろ。いっけ、終わりか。受けてみろ。うまくいったな。お前ら服の汚れ落とせよ。ちょっと気遣って乗れよな。はいはい、陛下の車だからってか。素直にそう言えっての。
か食べとかない？王子な、本当？これ普通と何が死骸に襲われなくなるんだよ、その強力な光。ああでしょ、これがもっと普及してから障壁が閉じた。もう20年前か。夜このライトをつけてたら。あ、じゃあこれ使いたくなったら。いいところに来たね、面白いのができたんだよ。今日のご注文は？強化したいパーツはどれかな？これでいい？あとは私に任せといて、バッチリ調整しといたよ。そりゃ死骸に襲われなくなるって重要だよね。ま、戦えるやつばっかじゃねえからな。ゆっくり見てってください。ありがとうございました。また来てください。よう、調子はどうだ？何か食ってくか？標的たちだ。奴らには迷惑してるんだ。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いいじゃねえか。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。相変わらずスタイリッシュだな。今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。ノクト、あのさ何か写真で撮ってほしいリクエストない？あ、もう少しイグニスを撮ってやれよ。なるほど、了解。
何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。できたな。閉めるぞ。雨降ってきたな。頼むな。ひと狩り行っとくか。よっ。これ何の建物？いつの時代のものなんだろうな。一体誰がこんなもん作ったんだかな。また頼むぞ。見て、下までずっと続いてる。かなり深そうだな。おっかしいな。ただの廃墟というわけではなさそうだが。そうそう、でも入り口ないんだよね。確かにないな。人を拒む塔か。なんかありそうだな。
こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。いや、無駄でいくとかないでしょ。はい。さて、頼んだプロンプト。よっ、頼もしいな。任せて。ウリ、ウリ、てめえ。準備はできているか。あ、群れの横断だ。はあ、こんなにたくさんどこ行くんだろうね。一回ついて行ってみてえもんだな。
イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。ライトをつけるぞ。了解。将軍、調印式襲撃から陛下の剣持って歩いてんだろう。らしいな。戦利品のつもりかね。毎度どうも。ありがとうございます。Thank you.
またどうぞ。よろしく。戦わなくて済むって安心。ありがとうな。ありがとうチョコボ。いや、それおかえり。モニカとダスティンがね、いろんな設備を揃えてくれたんだ。ノクト、聞いて。ねえ、ノクトも何か育てるって何？野菜。じゃ、どうする？種あげるから。あ、元気か。はい。ん？あ、これサボテンダーの置物です。僕、あ、いろんな場所で色違いが、他に黄色と青があって、あ、ノクティス様売ってるお店。あ、いや、ごめん。そっか、今度からいろんな店気をつけてみ。あ、今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。
いい朝だな。ああ、サボテンだか、探してあげたいな。はい。おかえり。まずは種を植えてみ。おはよう。おはよう。遠くまで来たのか。ここで飯探すか。猫ならモニカに聞いてみろよ。オートでは何匹も飼っていたと聞いている。へえ、モニカって猫。ガーディナまで行かずに済むかな。しかし猫の方も根性あるぜ。張りすぎだろ。だいぶ気に入られたな。あ、野口氏様、どうかなさいましたか。ちょっと飯の用意頼めるか。はい。ただ材料の関係で野菜が多くなりますが。いや、俺のじゃなくて。失礼しました。猫用ですか。作る。ああ、本当ですか。申し訳ありません。釣りはあまり得意ではなくて。その辺は任しとけ。ありがとうございます。頼むな。
アラネア、やっぱり強かったな。まさか一緒に戦うことになるとはな。敵じゃないなら頼もしいけどな。そうそう、心強いじゃん。ありがとう、チョコボ。おう、じゃあ武器は俺が預かる。シャキッとしろよ。よし、楽しみに待ってな。よろしく。そろそろ行くか。エイグニス、もう行くぞ。すぐ行く。よっ、よっ、風強っ。助けて、目にゴミ入りそう。すごいことになってんぞ。あ、本当だ。うるさいぞ。いや、で、それ、よっ、よっ。風強いな。ああ、俺の髪型が。地形の影響か、気圧の関係といったと。ま、とりあえず持ち物飛ばされんなよ。で、ありがとな。気をつけて。無事に済んだ。
よし、着いた。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。釣れるまでキングスナイトやってていい？やめとけ、王子がふてくされる。これは取り込み、準備しておくぞ。
ロッドを魚に向けるんだ。ライトをつけるぞ。おう。どう魚に向けるんだ。見ろよ、すげえぞ。でっか。すげえの釣れたな。こいつなら餌になるか。なあ、モニカのとこへ持っていこうぜ。よし、大物だ。でっか。人のいる場所で休めてよかった。外お疲れ様です。よろしく頼む。私猫が好きなんです。はい、こうして料理を作っていると。それではお待たせしました。おかえり。そんなすぐには育たないって。また様子を見に来てよ。ライトつけるぞ。そうだな。
あら、ごちそうだぞ。すげえうまそうに食うのな。モニカに礼言っとけよ。北斗、動物相手だと優しいよね。そうだな。普段からそれでいけよ。まあ、考えとく。よし、楽しみに待ってな。ああ、休むか。いい朝だな。あ、よし。おはよう。ここは君たちの畑かい？そうだけど、あんたは？なあ、失礼。私はトニー。レストランをやっててね。上質な野菜を探してるんだ。この畑ならきっといい野菜が育つ。どうだろう？ここの野菜、売ってはもらえないかな？野菜だね。これなら客やシェフも喜ぶよ。これか？頼まれてたやつ。おそらくそうだろう。楽しみだな。いい土だね。美味しい野菜が取れそう。また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。
クティス様、ちょうど将軍も来てますよ。ガリアもオルティシエに行くんですね。ノクトン、もう出発だね。言いそびれていたことがある。ん？何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。あ、守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねえってな、つらいもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。戦法が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。準備できてんだろ。さっさと乗りな。どうした？必ず帰ってきてください、王様！ああ、わかった。
花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた？いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だがついて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょう。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って？ルナ・フレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様？状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてる。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライジンが将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら、正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうが。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。親父の？そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん。力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そんな。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らの巨神を襲ったのは六神の力がノクタへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最小の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって一応だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだ。グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ
言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思ってる。まだつかないかな。なんだ、飽きたのか？だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげーとか言ってたのはどこの誰だ？親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか？ああ、オルティシエだ。もらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が？王家の思いを背負うって覚悟がいる。表がそれを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかった。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの？だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って？親御さんの喧嘩。辛かったろうよ。親が死んだのは物事を分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか？うん、行ったってな、一度。ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。オータとはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃないか？ああ、もうすぐだ。天気がもってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は、あ、飯屋だったか。まあ顔出してみな。ああ。で、なんてとこだ？なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。へえ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。ほれ、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を？してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。
今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？イグニス頼む。仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。綺麗なとこだね。意外と都会だな。ノクト、これを見てみないか？どうした？いいな。そうだな。俺さ、この近くで撮りたい写真があるんだよね。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。みんな服おしゃれだよね。俺ら真っ黒だけど。おい、ルシスの誇り高き戦闘服だぞ。世界にはいろいろな文化があって面白いな。あれを見てみるのはどうだ、ノクト。どうした？腹減ったな。何味なんだろう。
街全体が迷路みたいなもんだな。迷子になるなよ。何しよっかな。なんかかっこいいよな、あの腕。素敵な店よね。もう夕方か。今日もいろいろありましたな。いやあ、この辺じゃ見ない顔だな。俺はアレイシオ、古戦の収集家なんだが、君、カンナギ就任記念硬貨を持っていないか？記念硬貨を譲ってくれるなら、同等の価値がある品と交換してやるが。集まったらまた来いよ。泊まれる場所はっと。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい？それじゃ、また会おう。ようこそご一行様。さっきシドから連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか？小さかったもんな。軽くご飯食べよう。この辺で撮ろうぜ。カンナギの演説を帝国が知らねえわけねえよな。ああ、暗くて撮影は無理だね。出直そう。シュシュ。陛下との旅の後、ボートへ帰らずに店を開いた。不思議な人だな。何買おうかな。うまい店とか知ってるかな。知ってんじゃねえの。ここだと魚がうまいんだろうね。やっぱ。取れる魚って違うのかな。ガイドにあったレストランに行かない？
初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブスを。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナ・フレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、新聞や雑誌も所在には触れない。帝国の上層部が苦い顔して帰ってった。水陣に変わった様子はねえか？港は穏やかなもんだよ。で、儀式のためにか。ところが一方で食料や生活、水人が暴れて町に被害が出ると思ってる。まあな。あ、いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。飲み物でも買うかな。どこに泊まろうか。軽くご飯食べよう。本当にここは水の町なのね。綺麗だわ。お疲れのところ失礼するわ。ノクト、彼女はアコルド政府は今観覧帝国が身柄を引き渡せ。へえ。でもうちもただで動くつもりはない。どう？答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれ、そう、何にせよ船旅の疲れがあるだろう。そうするわ。ちょっとお店入らない？宿はどこにする？どうも、帰り道もよろしくね。ノクト、これを見てみないか。どうした？どうも。ノクト、これ乗ってみたくない？
お、ノクト、見てくれ。なんだ？属国における平和の姿か。やあ、ゴンドラ乗ってかない？それじゃ、また会おう。はあ、戦わなくて済むって安心。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。いらっしゃいませ。どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。いらっしゃいませ。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。うまく取れてるな。いいじゃねえか。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いい朝だな。ああ。買い物しなきゃ。どうも。どこまで行くかい？どうも、帰り道もよろしくね。
この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。いらっしゃい、ゆっくり見ていってよ。どうも。またどうぞ。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。それじゃあ要件を伺おう。試すのは腕だ、運じゃないからな。さて何をお出ししようか。情報か、いいだろう。腕試しか、いいんじゃないか。腕試しにはいい相手だ。試すのは腕だ、運じゃないからな。いや、ゴンドラ乗ってかない？それじゃ、また会おう。
討伐に来たハンターだな。楽趣味ならここを進んだ先にある。いよいよ名画とご対面か。いわくつきのな。やばい、俺緊張してきた。これが楽趣味か。おお、でっかー。これは霧？え、嘘でしょ。大胆だな。プロンプト、写真だ。でも撮っていいの？すまない。早く撮れ。撮った、撮りました。このままやっちまうか。で、で、してるぜ軍師殿。あ、しゃ。いい流れだった。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。どうも、どこまで行くかい？どうも、帰り道もよろしくね。調印式での怪我。お、いらっしゃい。どうやら標的を倒せたようだね。今日は何の用かな？
いつでも寄ってくれ。買い物しなきゃ。いやあ、ゴンドラ乗ってかない？それじゃ、また会おう。あっつ。ジャケット脱いだらどうだ。